日本改革党靴沢です。南足柄市市議会選挙畠山貴弘が立候補しました。皆様、畠山貴弘から一言ご挨拶。この度南足柄市議会議員に立候補いたしました畠山貴弘です。どうぞよろしくお願いいたします。私の公約は次の通りです。南足柄市議会で外国人生活保護の件数や割合、国籍別などの実態を明らかにし、公表し、議会で訴えてまいります。外国人の国保税滞納の件数や日本人と比べて滞納率がどうなっているのかを明らかにし、公表いたします。成果の見えにくい委託事業や補助金事業を調査し、異議があれば糾弾いたします。また関わっている職員や役所員も追及いたします。どうぞよろしくお願いいたします。南足柄市民の皆様、畠山貴弘ご投票よろしくお願いいたします。また南足柄市に住んでいる方、お知り合いなどにお声掛けくださると誠にありがたく思います。畠山貴弘よろしくお願いいたします。